こんばんは。嘘、嬉しい。かわいいよ洋服。もう嬉しすぎになっちゃってるけど。こんばんは。お、情報早いですね。今日もお疲れ様でした。 T シャツはね、こういうの着てる。あ、これはね、ナノユニバースのじゃない。今日もカービィいるよ。そう、今日はレッスンをしていたり、あの舞台の稽古が始まったり。皆さん、今日は24時30分から AK ビンゴが始まりますよ。ありがとう、みんなのおかげで出演することができました。楽しかった。いや疲れた。今日めっちゃエネルギー使ったもん今日。めっちゃ今ヘトヘトや。そう、ファッションショーの企画に出ることができて、みんな出たのね。もう私はね、とっても自信満々に、もう自分が好きなアイテムをとことんこうねギュッとさせて、いい感じの組み合わせにして、もう本当にすごい自信持っていったの。結果はどうだかわからないけど、してるけど、言ったらネタバレになっちゃうでしょ。いや、でもそれほどにね、もうすごい自分のね、可愛いアイテムを厳選して、あと久しぶりに失恋ありがとうやったな。ゆいゆいとのハートチャレンジ成功するでしょうか。でもね、私今までは結構ね、いい評価もらってたはず。確か私の記憶が正しければ。お風呂入ったの？これからなんかお風呂入った感出てる。私まだ入ってないよ。これから入る。日焼け止めは何使っていますか？もうね、極力外に出ないようにしてるからあんまり塗ってもないんだけど、あのね、使う時はハッチっていうところのあれを使ってるよ。疲れた感が出てる。いや、もう今日は隠せない。もうすごい疲れちゃってる。なんだろう、でも実際今日午前中とかもう本当にレッスンやってたんだけど、途中でもあ、ダメだと思ってね、抜けたそう、でも今日さ、初日だからさ、絶対行かなきゃと思って、行かなきゃ行かなきゃと思って頑張って、それまでに回復をさせて頑張った。今日はぐっすりだね。そうだね。
ょって声張ってきた。あーそうあれだね、あの稽古してたから。なんかさ、あんまり今までの感じでもなんかあんまり出したことのない、出したことあるかもしれんけど、なんかね、わーって声出したからね、なんか珍しく今喉が痛いそう、なんかまた新しい感じと思って。リトル？リトルって何？あ、これのこと？うん、リトルユニ。待って、反対だからなんて書いてある。リトルユニ、ユニオンかな。こういう感じの上の文字しか写ってないからあれだったんだね。ユニコーン、ユニオン、ユニコーン、いやオン、オンかも。ユニコーンかと思いきや、え、コーンじゃないよこれ。コーンだと思ったんだけど、私も。なんかね、昨日すごい体がめっちゃ熱くなって、うん、なんかね、めっちゃ目覚めた。だから眠いのかな、夜に何回も目が覚めたから。目がしょぼしょぼする。今日はあんまり外に出てないから、あの仕事には行ったんだけど、室内にいたからあんまり外の空気に触れずに済んだかな。黒の服って珍しくない？そうだっけ、そうだっけか。冬の時期は結構黒いのばっかり着てるんだけど、今日はあの稽古だったから、じゃあそれっぽい感じの格好にしとこうって思って黒いの選んじゃった。下のね、パンツ、スパッツっていうのかな、もうね黒。僕は半袖です。ん？メニューが2冊ごとって言ってた。あー、さっきの真面目にのやつ。なんかあれ、25日までさ、リレー配信やるんでしょって、やる側の人が聞いてどうするのね分かんない、私出るのかどうかまだ分かんないんだけど。でもリレー配信が、あ、待って、そのコメント、ちょっとそのコメントまだ下に行かないで。そうだから、どんな感じ、自分がやるとしたらどんな感じのやつ、あの配信になるんだろうと思って、ご飯食べながら見てたら、2人が私の名前出してくれて吹いちゃった、びっくりしたまさか私の名前を出してくれるなんて。嬉しいね。りんちゃんのダンスかっこよかったって、みょうがラジオで。え、ほんと？めっちゃ嬉しい。あれかな、最初のところかな
ちっちっち最初のとこ嬉しいな。じゃじゃん自分の名前が出ると思わなくてびっくりしたからおおって出してくれたと思ってそうふふってなっちゃった嬉しいね。そうだね、2人は今回新しくね生徒会に仲間入りということで、今日やったところはまだね、今日やったところはねまだ絡みがなくて、あのね今日あの稽古が始まる1時間前くらいに台本が届いたから。なんか何も読み込みとかできずにぶっつけ本番でやったから、とりあえずどんだけ声出るかやってみっかと思ってめっちゃね荒々しく、別にそんな風に読む必要ないところもちょっと声出し兼ねてと思ってめっちゃ「あー」って言ったらなんか疲れちゃった。そうギリギリだったね。そうなの。そうだからさ、初めての私はさもう全部出てるからさ、どんな内容とかそれぞれのキャラクターとかさそういうのはつかめてるから、この世界観とかわかるからいいけど、初めてのメンバーよくこんな直前にもらってできるなと思って、私はまだそのねいろいろ知ってたからいいけど、すごいなと思って。真面目に解禁しよう。私だけになっちゃった。だからちょうど休憩中にゆいゆいと LINE してて、ゆいゆいに稽古の写真を送りつけたありがとうってきた。知らない人は彼氏に聞け確かに私が一番そうだね詳しいかも。でもさ初期のさ親衛隊の名前とかはもう難しくて分かんないや。であの5番とか6番とか 7番8番9番とかでも全然覚えてないや。私が呼ぶあれないか機会ないからね今日の手応え、うーん覚えられるかなーって感じ。なんか今までのやつはなんか結構冷静にものを言っている時が多かったからセリフ覚えやすかったんだけど、なんかもう全部なんかね狂ってた狂ってたから、なんかねこれ覚える上になんかいろいろ載せないと成立しないなっていう感じで、なんかもうできるのかなって感じ。じゃあ頭おかしくなってる これね相当練習しないと無理そうだなと思ってる。
ルギー消費やばいんじゃ。そうなんじゃ。あね、結構ね声を張るところが多くて、この間とかはギリ家でも練習できたんだけど、なんか壁に向かってかこういう 角っこに向かって喋ってれば、そう外に聞こえないかなって、お風呂場とかやってれば。でもねちょっと今回のはねさすがにどっか行ってやんないとダメだっていう感じ。お家で練習できない。もう本当にセリフを覚えるっていう作業しかできないなと思った。頑張ります。だからもう家帰ってきて、まあ独り言多いんだけど、私もう独り言もヘロヘロ。もうずっと台本片手に、出てる出たー。なんか分厚いんですけど。足の下？クリップで止まってる。そう、いつもこういうクリップで止めている。台本に名前書かない。あー確かに今回書いてない。まだもうすでにくしゃくしゃなんだけど。早っ。差しになってないのね。だから差しになってくれた方がいいけど、まあこういう感じなんだね。嬉しい。新曲ダンスめっちゃ褒めてくれるじゃん。イエーイ。書き込みとかしまくるタイプ。めっちゃする。今日もたくさん書き込みました。いつもスタッフさんにさ事前にさ、なんか本読みの前にね言葉のなんかイントネーションとか合ってるかなと思って聞くんだけど、本当に今日そんな時間なかったから、隣にいるお代理に、移動中もずっと一緒だったからお代理に聞いた。でも今日言われなかったからギリ大丈夫だったかな。どうなんだろう、大丈夫だったんかな。恥ずかしい。それが一番恥ずかしい。接種終わりました。それね、でも本当にねさあちゃん面白い。本当になんかもう多分私が出てる時はそういう感じのシーンはないのかもしれないけど、本当舞台袖でゲラゲラ笑ってそう私。楽しみ。
ぬるさんもキャッチ作りましょう。みんな作ってよ。じゃあで、そのセンスはないや。たっちゃん最近ギャグに走るからいいキャラしてるからさ、そういうのに走るともう超面白いよね。目がしっとりしているのは汗、この汗かな。ダボイベントおめでとう、ありがとう。みんなのおかげで今日の AK ビンゴに出演できます。今日イケメン？なんでかな？イケメンに見える私？黒い服を着ているから？あまり凝ったヘアメイクをしていないからかな。私すごい男顔。新曲発売中は髪型変えない。うん。多分ずっと固定にされ。それじゃなくて固定にになると思う。ぬるさま来たよ、どうも。毎日暑いけど大丈夫？全然大丈夫はない。もう勘弁してほしい。だから怖い役があってるとか似合ってる？この顔人やかね。そう、今日はねちょっと疲れてるからそう余計そうなのかもしれない。クーラーの音がすごいね、ガンガンにかけてる。ぬいぐるみに囲まれている。そう、めっちゃ気持ちいいよ、ふわふわ。じゃないよね心配させちゃう。大丈夫、ガチ疲れじゃないから大丈夫。洗い物なのかこれ。そうだよ、カビちゃんはね全部ねもらったもの。カビゴンもね全部もらった確かに今の素のため息すぎちょっとやばかったよねため息出した 0.3 秒後にガチでため息しちゃったってちょっと反省した今舞台の悩み事ってあるの？今は大丈夫かな。今のところはそんなないかな。本当だ、タワーだ。嬉しい。誰？キングケニーさんだ。ありがとう。ごめんね、ため息して心配してくれちゃった。ありがとう。筋肉痛？なんで筋肉痛なの知ってるの？まだどこにも出していない情報なのに後ろにあるの、あ、これメロンパン。確かにメロンパンみたいだね、四角の。もふもふ、夏に出してるクッションじゃないよねこれ。
色がいいからちょっとこれにしちゃってる。メイクすると少しストレス減るよね。なんかでもさ、はぁはぁってやるとさ、お腹のところちょっとなんかリラックスしない？私だけ？牛タンこれえ、牛タンってこんなちょんちょんちょんってされてたっけ？焼いた網目？いや、原因は分かってるよ原因は分かってる。自転車、そう、親友がね、誕生日プレゼントで自転車を買ってくれたの。もうさ、一人暮らしを始めてからは初めてこう手元に自転車があるっていうか、自転車がある生活、もうね最高。昨日嬉しくてルンルンでさ、余計に走って回り道して帰ってきちゃった。最高。電車は買えないよ。そう、だから秋になったらね、一緒にねサイクリングに行くんだ。え、自転車楽しくない？私しばらく乗ってなかったからさ、あーって、こんなに楽しかったっけと思って。今まではさ、電車か歩きでしか、そう、手段がなかったから、なんかスイ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 自分が行きたいところに行けるし、だから行き過ぎちゃってもスイスイで帰ってこられるから最高。2人でさ、昨日ね、ほんと都会に住んでいる中高生は羨ましいねって話してたの。私たちはさ、もうどっか遊びに行くって言ったらさ、もう電車に乗ってちょっと都会っていうか水戸とかさ、なんかもうちょっと東京の方に行くとなんかショッピングモールとかあったから、もう往復で1000円以上とかかけないといけなかったのに、なんか都会に住んでいる学生たちはもうさ、電車賃とかさ500円以内で済むわけでしょ。定期とかあったら全然あれだし、何なのって2人で愚痴っていいわねって私たちなんかさ、ファミリーレストラン行くためにさ、なんかバカみたいに坂道をさ、なんか何キロもさ自転車で、まあ、何キロは言い過ぎかもしれないけどさ、めっちゃ汗だくになって、それでやっとファミレス行けたぐらいのあれだったのにさ、なんなんてっていう話をしてちょっと楽しかった。いや、あのね、こっちレベルになるとね、電車賃もったいないから自転車でっていうレベルじゃないのよ、もう。ほんとにレベチレベチ。そうだよ、うちの一駅の距離なめんなよすごいんだから、もう。二人乗りしたことある？二人乗りはないな。
一つの自転車にってことでしょ。ないな。あ、でもお父さんとあの栃木の那須っていうところに、那須林道湖パークって言ったかな、その時は2人用のとかで乗る。あ、日立海浜公園にもあった、あったあった。それも2人乗り自転車って乗った気がする。そう、ちゃんと2人乗り用のやつだったらいける。私結構自転車乗れるようになったのね遅かったから、そう、誰かといないと無理だったんだよね。自転車も好きなんだけど、今は無理っていうか全然そういうのないんだけど、小学生の頃はなんかトラックの荷台とかに乗ってなんか移動とかしてた。めっちゃなんかそんなあんま車通ってないような山道とかで楽しかったな。うん、軽トラ？いや私本当にさ自転車もう全然乗れなかった。最初小学校3、4年生ぐらいになるとさ自転車教室とか開かれるじゃん。今ってそういうのないかな。あったの私の時は。でも私その時もさ補助輪ついててすごく恥ずかしかった乗れなかったの。みんながみんなと一緒に講習受ける時あった？そう本当にもう怖くて怖くてで友達のうちでさ練習させてもらってたら友達のカゴ付き自転車破壊しちゃって、なんかダーンって止まり方が分かんなかったっていうか、うわどうやって止めるのどうやって止めるのみたいな感じになっちゃってバランス崩したんかな。その時に塀になんか衝突してしまって、そう破壊した。申し訳ねえ。だからさ幼稚園とかでさ補助輪なしであの自転車乗れてるのすっごいなと思って。じゃあもっちょこちょいとかのレベルじゃなくて本当に申し訳ない。今では乗れるよもちろん。ローラースケート？うーん、大丈夫かな。小学1年で乗れるようになりました。うーなんとかいや私が遅すぎるだけの話だよね一輪車乗れない、乗れたからなんだって思ってる失礼。乗れなくても困らないもん一輪車は。だから別に練習して上手になりたいなとかも思わなかった。だって将来使わなそうだしと。
20飛びできる、できるよ。ヨル様が自転車に乗ってる姿をさ、いやでもそれはもうね、ヒナが乗ってるから乗ってるよ、もうそれは。分かんない、通学はどうしてるのか知らんけど、そうだよ、ドラマではねめっちゃ乗ってたんだよ。初登場だって、自転車のそばにいなかった私。今は車かな、いやー母パートだから車で送迎する時間ないんじゃないかな。父が車に乗ってっちゃうじゃない。家ではねひななんだよ、ヌルは。そうだから、どうやって隠していってたのか。でも今日なんかさ読んでてさ、もうぬるすぎて、なんかひなにひなが、あ結構最初嫌だったんだけど、セリフが多いからひなの、そうだからなんかねえぬるぬるしすぎちゃって、ひなやりたいなーって、ちょっと珍しい感情、もう一回ひなに戻りたいなーって思うぐらい。そうなのよ、失ったわけじゃないけど、別にそういうヒナが出てくるところは、分かりやすく出てくるところはなんかもうね、なんか今回台本で朝日ヒナっていうフルネームね、フルネームではなんか表記されてるところ見てない。だからもうヒナがヌルとしてヌルをしている時代の物語なんだなっていう。ヒナもヒナでやばいけど、まあね。そうなんだけどね、ヒナもヒナでまたなんか違う疲れ方を、結局全部疲れるな。そうです、ラウドネスはヌル祭りです。でもなんかね、悪いって感じでもないのかなと思った。なんか悪対悪かと思いきや、なんかやっぱそれぞれの悪とも言い切れない、ちょっとパッと見悪なんだけど、でもなんか今回は頑張れ頑張れって、ヌル頑張れっていう感じになりそう。そういう意味ではライの方が悪は悪だったのかな。まあ、確かにね、前回、まあ、ライの時も悪ではないかもなんだけど、まあそれぞれの解釈の仕方によるのですかね。それはどうでしょう、お楽しみに。でもやっぱさ、マスクしてるとさ、自分がどんな顔してるか見えないからさ、なんかほんとなんかセリフ言ってる時とかほんとになんか歪んでて、なんかもうどうしたらいいんだろう。なんかそういう顔の動かし方をしないと出ない声とかがあるの。だからもう変な顔
なんか怖い顔しててなんか本当に嫌だ。これっていう顔で言いたいんだけど、でもその顔を保ったままだと自分が出したい声が出ないみたいな、なんかそれがなんかどうしたらいいんだろうっていう感じ。マスクすると美人が多くなるね。それはさそれあんま良くないやつ。でもやっぱりみんな目はとっても綺麗ってことなんだね。それはダメだな。あれちゃゴミだ、あれちゃゴミだ。あの憎たらしい話し方が今でも楽しみ。憎たらしいと思ってたんかい。憎たらしいの。憎たらしいか、そっか。憎たらしいって言われました。ぬる悲しい。あ、なんであんな喋り方になったんだろうね。自分でも不思議。でもなんか今回あんまり真面目に学園を知らない人が多そう。今まではそのリリーとかさ、スミレとかいた時はさ、その時はその最初からドラマの時から出てる人たちだから、その時代を知ってる人たちが見に来てくれてた可能性が高いじゃない。でも今回結構離脱して新しいキャストとかもたくさん入ってきてるから、なんかよくわかん、マジムリってよくわかんないけど、でも演なんだろう、出てって興味があるから、ちょっと今回行ってみようかなっていうねっていうのが多そうだから、なんか私とかさ、なんか最初からこういうキャラの人って思われそうで、なんかその過程とか知らないでそう見たら多分なんのこっちゃって感じにならないかな。大丈夫かなね。多分なんか予想、私の予想だけど、多分そういう方多いと思うから、リリーは結局どうなったの。リリーは全然、リリーが登場しないだけで全然リリーは何も変わってないよ。岡部氏ってこういう人なんだ。いや、岡部氏ってよりなんか朝日ひながどういう人かって、私はどうでもいいんだけど、私自身がどう思われるかどうでもいいんだけど、なんかひなはなんか最初は元花組でリリーに憧れてたんだけど、途中でなんやかんやありまして、こう生徒会長までのし上がったんだよっていう過程を知らないで見られると、なんかもったいないなっていうか、ここまで来たんだよ朝日ひなはってとこを知ってもらいたいよね。そう、来の半年くらい前のお話。出て欲しかったな、花組のみんな。
ぬるさまは蛇の希望の星。うーん、でも結構ぬるはね、蛇イズゴミ思考だから、それはあんまり本人は嬉しくないかもしれない。楽しみに。まだ1日目なんだね。今日のりんちゃんなんか主婦っぽい、主婦っぽい？どの辺が、私の何がそう思わせるのでしょうか。なんだろう、料理ができそうですか。あ、色気、あーいいですね、色気があるですってよ。髪ボサボサ感じゃあ、今日なんで髪がボサボサかっていうとね、なんかもう、あ、でもこれネタバレになっちゃうから言わない方がいいかな。なんかいろいろ試してて、自分の中でこれなんて言ったらいいのかなと思って、試してる時にそう、あ、じゃあこうやってわーってやったらいいのかなと思って、なんかそれやったら髪がぐちゃぐちゃになっちゃった。そう、稽古の一環です。だから今日髪の毛がぐちゃぐちゃなの。ひろか、すいません、明日にも回復しますんで。眠いのはもうね、寝る、もう寝ようか、お風呂に入ろうか。人生を共にしたい、共にしようか。皆様ファミに来ますか。来ません。じゃあビンゴ見てね、24時30分から。そして明日パケットに出演させていただきます。初めて、ドキドキ。多分10時頃だと思われるんだけど、そう、夜バケットも出させていただきます。それは結構深夜帯、土曜日だっけかな。うん、一人で参ります。うん、明日、バケットが明日で、夜バケットはもうちょっとだけ先。あれ、今日何曜日だっけ。待って、夜バケット放送されるの怖いな。最初はいいんだけど、次のやつがちょっと恥ずかしいな。なんかさ、こう次の夜バケットの時はないんだけど、それはなんかこうちょっと
役になりきってやってくださいってすっごい困るんだよねありがたい話なんだけど、そう、なんかさ、衣装とか着てたらいいんだけど、全然私のもうめっちゃ AKB の衣装着てる時とかにさ、それをやるって結構スイッチ切り替えられなくって、そう、私さ、ヌルだって分かるセリフってさ、何言っちゃってんのって感じのさセリフじゃん困っちゃうんだよね。そう、私今の声量だと絶対言えないやんって感じのね、それが大変ですね。ちょっと練習しとこうかな。やだって いきなり大きい声出すとみんなうるさって言うじゃん、やだ。でこんなちっちゃい声で喋っててもみんなにはバッチリ聞こえるんでしょ。すごいね、マイクどれなんだろう。全部拾ってくれる。明日ヌル様じゃない、リンちゃんで出ます。結構ボリューム上げた。あ、嘘、ごめんやっぱ声ちっちゃいか結構声量抑えてるの。いや、抑えてるんじゃなくて、普段の素の喋りがこんくらいなの、声量が。お腹の音も聞こえるくらいでしょ。ステージに立つ時とか MC の時とかはマイク使ってるからちょっと頑張って、舞台の時はめっちゃ頑張ってる。今が一番楽。音量最大です、すいませんもうレジとかさ、タクシーとかに乗ってる時全然声届かない。ねえ、私ってさ、ねえ、変なこと聞いてもいい？てかもうそろそろ配信終わりにしたいと思ってたんだけどねえ、私ってさ、話しかけやすい感じ出てる？なんか私さ、なんかタクシーに乗るとさ、なんか絶対的にさ話しかけられるんだけど、え、声大きいイメージです。嘘だー、ちっちゃいよ私。ほんと？お買い物とかしてる時とかさ、めっちゃ話しかけられるんだけど、なんか同じ商品を選んでるなんかおばあさんとかになんかよく話しかけられるなんか友達、いきなりなんか友達みたいな感覚で、これいいよねってすごい知り合いだっけみたいな感じでその女性から。タクシー絶対話しかけない、なんでなんだろう。え、道めっちゃ聞かれる。でも今なんてさ、マスクしてるからさ、みんなどんなマスクの人でどんな顔してるかわからないのにさ、なんでなんだろう。いや、すごい嬉しいんだけど、なんか私不思議だなって。タクシーも本当にすごいなんかお話しかけてくれる。どこ行くんですかってあそこ行くんですかだいたいそれも当てられる。そうなんですよって答えた
話しかけてもらえ、出してないよ、出してない、本当に。なんでわかるね、よくそこに連れていくのかな、なんだろうね。ちょっと最近不思議だなと思ったことでした。話しかけておるは出してないってば。今日もアイス食べないの？箱アイスのちっちゃい細長いソーダのアイスを食べました。よし、おいらはお風呂に入る、セリフも覚える。珍しくお部屋が綺麗なんですよ。今日はお掃除そんなにしなくても大丈夫。じゃあね、みんな、流して綺麗にしないと。綺麗にしてくるね。キングケニーさんありがとう、タワー嬉しかったよ。またね。じゃあまたいつかやってくるね。じゃあね、切ります。